Vatan cinsiyetinde kör atavki doktatoni いきなり車が動き出してビューンってもう重きし浮かして、それから緩めてまた重きしブーンって浮かしました。そいつが近くに住んでる主婦で、自分が壁の音とかで騒いでることを知ってて、わざとそうやりました。人生はた人生つんだ。もう